け。いえ、いや、はじめまして。自分らワイン組合組合って言います。ジブラさんはもちろん憧れ、でも恋焦がれてるわけじゃねえ方じゃねえ男同士。でももちろん聞いてたキングギドラよりももちろん俺って人はやりたい放題勝手に仕掛けてる。はじめました。ここで回したよりも真下じゃなく真上を見て育ってきた。いえいえ、日本グラフ娯楽じゃなく本気で張ってる命。この気持ち届いたらアンサーお願いします。頼みに来ました。だから俺足したジブラよりももちろんオリジナルブラン。イエイよ、速攻でアンサーするぜ。俺がトップランカー、ジブラザ・ダディ。今日もここチッターでガンガン。そうさっき言ったようにヒップホップはネバーダイ。絶対終わんねえ、世話なんない。その辺のわけのわかんねえやつら、だから今日もこんなハスラーなのにね。ガンガンかますでチェックしときな、そしてパスで渡されたマイクは絶対ガッツリ握るってことを徹底してくぜ。それで決定 You know it's like that。だから面々集まった最高の状況、こんな感じ。俺のこの即興東京代表、今日は川崎だけど、そう俺たちは飽き飽きしてるぜ。その辺のポップなミュージックだから全てを中止させるために常にヤバいやつでかますぜ。そんなフリースタイル俺がジブラザダディ。いまいちビートと合ってねえけれどもしょうがねえ、だからそんな感じで。えよもう一回パス。Yeah, パスタマイク、 Yo, パスタマイク。 それもちろん言葉でカスタマイズ、 カスタマイズだけどもクズレプゼンでもカスじゃない。 でももちろんここで果たし合いじゃない。 勝負勝敗じゃなくて Yo, ラッパーとして訪ねてきた。 これヒダーディっていう名前、一人旅だからもちろんマミーディ。 来れば続いてジブラさんにシャウトもらいまくりで物分かりまくり。緊張してるけど持ちステージ上じゃ見せないその表情味わえ。だからもちろんたしなめよりももちろん常滑の R&B もあったよ。もちろんヒップホップ R&B 全てアレンジしていくオリジナリティ。リアリティ、いやリッチになりたいこの人みたいに。だからワイにしたいよ。今日もリアチはいない男同士、男国性純国性、つまり日本語レペゼンジャパン。でももちろん俺たちは邪魔にはさせないけど、茶番よりも俺たちが邪魔にはなるなら聞くなよ。よよ聞きのがカスナ、カスカ、カラタ。もちろん俺たち HI ダディよりも隣にいるのがジブラザダディよりもその間によりも名前に覚えといてくださいよ。ハニーよりももちろんワニになってる。ここがサイフー。イエーはい、ウーレンスシェイ、ありがとうございました。あはっきりタンポさんもアクション。そういえばやつもそろそろデビューあしたっけ。そうだけれども今日はこんな感じのこのフリースタイル見せとくで、そろそろ D.O. に任せとけやつがライムヒーロー。えい、今日後ろで見てたはずなのに俺にマイクフォン回す前に、今日もうちょっとだけ俺が遠慮してたらもっとここ。大泉練馬から即興飛ばすぜ。そうハーコーがオリジナル D まだパチオン。そう知ってんだろそろそろよ、うん、2007年締め、yeah. ジブラとダディ、ヒッダディ&D マッパキオン、メンクラブチッター。